はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビージです。では今回は銀河英雄伝説 4EX、ミュラーでのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、実はですね、前回プレイした後保存して、まあ、セーブデータを作って、新しくねまた収録を開始していたんですけども、どうしても、ある場面になるとゲームが落ちてしまって、再開ができなかったので、最初からやり直して同じシチュエーションを作ろうとしていたところですね、なんとオフレッサーがアスターテ、回線の方にミュラー艦隊を動員しようという風な話が、通ってしまいまして、前回だとねティアマト回線に向かうところが最後だったと思うんですけども、この後なんとアスターテ星系へと向かうことになってしまいました。なのでちょっとね前回の最後から少し、話が途切れてしまうんですが、ちょっとすいません、本当にここだけねご了承いただければと思います。で、一応ですね、あとミュラーの艦隊の人事も少し変えまして、前回寸出のところで取られてしまったキスリングを、配下に爆量に入れています。あと、情報将校としてハプトマン将校を入れているので、情報もね80台に乗りました。運営をちょっと上げたいんですけど、運営はねやっぱりオーベルシュタインが頭一つ抜きに出ていて、まあ、その次がねベルゲングリューン大佐だったんで、このベルゲングリューン大佐を入れて運営を66まで上げてます。まあもともとミラーの運営かなり低かったんで、まあ、66まで持ってこれただけよしという風なところかなと思っています。ではね、アスターテ星系の回線6個艦隊、アイゼナハ、レネンカンプ、ミッターマイヤー、あとロイエンタール、ケンプ、ミラーといったところですね。で、首相は連年艦プ中将か。3万8000席。どうだろうな、スターテ政権。アスターテ政権の、ちょっと、機密を、入手しておきたいな。パエッタ。アストーレムーア、まあここはだから史実通りのアスターテですね。なんでここでヤンと遭遇する可能性があるというところかと思います。これさ、でもあれだな、アスターテ星系の方に、ラインハルト投入したいな。何？フリードリヒ4世が死んだか。早かったな。もうこの辺りも銀河英雄伝説 4EX らしい IF のシナリオだと思うんですけど、工程が早い。早すぎるしだ。後任が誰になったかとかそういう話は一切ないんですね。艦艇の出撃したいけどな、スターテにもう6個艦隊出てるんで、ラインハルト入れられないわけだな。これアスターテ星系大丈夫なのかってちょっと心配にはなるよな。6個艦隊と言いつつ少々クラスが多すぎるからね。さあ、じゃあ艦隊戦ですね。3つの星系がある、うん、3つの惑星があるので、この3つの惑星をうまくやっていく必要があるな。
さて、どうするかだな。まあ、普通に考えたら一番近い、ウガリットを攻略するのが一番良さそうですね。よし、じゃあウガリットに入っていきましょう。ここは誰よりも早くウガリットに到着したい。うん、敵の艦隊がいる。いやー、敵の艦隊がいらっしゃいますね。ここにちょっと後ろに回り込みましょう。敵の側面をついたな。第5艦隊なんでムーア艦隊かな。違う、ビューコックだ。ビューコックとミッタマイヤー。もういきなり熱い戦いだな。ただビューコック相手に少々のミッターマイヤーとロイエンタールでは少々荷が重そうだけど、ここはミラーが側面をつきましょう。まさかな、第5艦隊、第10艦隊、ウランフ、ビューコックが出てきてると思わなかったですね。ここはだって、パエッタ、ムーア、このあたりの艦隊、参考艦隊のはずだったですよね。ミラー艦隊がダメージを受けているな。まあ、正面からビュコック相手にどこまで戦えるかっていうところだと思うんですけど、まあ、皇帝は死ぬわ、アスターテで大回戦になるわで、ちょっとだいぶね話が変わってきてますが、ここはできるだけ早くミラー艦隊が敵の側面から切り崩していかないと、じりじりと削られてしまいそうですね。ただ敵、この惑星の防衛に当たっているのは第5艦隊と第10艦隊だけ、2個艦隊だけっぽいですね。なので我々としてもここからいよいよ攻撃態勢に入っていきましょう。ここはウラン府中将の艦隊で攻撃をかけていきます。まあ、輸送艦をまずは撃破して、まあ敵のいわゆる士気を削いでいきましょうか。まあ半個艦隊ではありますけど、敵の側面をつけばそれなりのねダメージソースにはなってくれるんじゃないかなと思います。いやー、でもミサイルやっぱり強力だな。
まあ、アイゼナッハとビュコックだと、まあ、ややビュコックの方が能力的には、まあ、総じてという意味では多分打角設定されてるとは思うんですよね。まあ、ウランフもかなり強くはなってると思うんですけど。よし、敵の後ろを抑えた。ここは総攻撃だな。はい、アスターテ正規回戦続いていますが、ここで全軍撤退の命令が出るんだな。いやー、あまり稼げなかったですね、武君を。まあ、ちょっとここは残念ですが、戻りましょう。で、メルカッツのところの艦隊編成が変わったという話ですね。いや、皇帝陛下の女においてと言ってますけど、その皇帝陛下が死んだからな。誰になったんでしょうね。
ランズベルク中将、艦隊編成変えてきましたね。いや、さっきの戦いぶりだとどう考えても中将には上がれてないな。確認していきましょう。ミロア艦隊ですが、現状だとバルハラ、まあオーディンで待機という状態ですね。第10艦隊、第9艦隊が壊滅してるな。そしたらこのまま次の命令まで待ちますか。あ、ロイエンタールのところにリンザーが入る。結構強くなりますね。リンザーは陸戦多分相当強いと思うんで。さあ、そしたら地道にここは敵の軍事計画を確認していこう。いやだってここさ、パエッタ、パストーレ、ムーアまででしたよね、史実であれば。が実際には、ビコクとウランフが出てきていたということだと思うので、ここはじゃあこそこそと軍事作戦の計画、ティアマト政権に対して。8個艦隊ぐらい送りますか。ガハ却下されたけどあっけなく。ここはせこせこと8個艦隊の投入を意見具申していきましょう。今度こそティアマトに8個艦隊を送る。8個が多すぎるなら6個艦隊でどうだ。いや、少々ごときがと言われるから早く中将に上がりたいんですよね。なんとかティアマトに5号艦隊でもいい、武勲を重ねたいんだ。なかなかこちらの意見を通してくれないからな。スタインホーフもなかなか頑強だな。全然作戦通してくんないから。いや、かといってアスターテにまた敵の5個艦隊と渡り合うのはしんどいからな。アスターテじゃないところにやっぱり行きたいですよね。いや、もうこれミュラーの作戦を通してもらえるとはちょっと思えないな。どうするかっていうと、まあ、提案工作をやっぱり行うしかないのかな。
統制本部調査局より報告、同盟軍の動向が判別。敵はアルレスハイム星系を目標とし作戦行動を行っていると。おお。そうするとバンフリート星系に対して5個艦隊、ここに入ってない。ミュラー艦隊入っておらず、マジですかい。ミュラー艦隊が入っていない。入れて欲しかったな。ここはケンプの代わりに俺を連れて行け。しょうがない、ここは提案工作を行う。そうまでしてでも武勲を重ねたいんだ。ケンプを蹴落としましょう。ここはケンプを蹴落として俺が出撃する。これで出撃ができます。じゃあ出撃していきましょう。バンフリード政権の、防衛作戦ですね。5個艦隊、まあ、なかなか重厚な数かなとは思いますけどね。で、まずローエングラム、ラインハルドですね、上級大将で、ネルカッツ、連年完封、ここまでが中将ですね。で、ミッターマイヤーが少々、ロイエンタールも少々、ミラーも少々ですね。さあ、5万4千席、これでまあなんとかね、武勲を稼ぎに行きましょう。というところで、じゃあちょっとね、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回中将へ登るために頑張っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。